皆さんこんにちは、インスパイアです、今日は私たち一般社団法人インスパイアジャパン WPD 感染啓発普及協会の新しい取り組みである感染患者家族モニターについて代表理事の奥瀬さんからいろいろお話を伺いたいと思います。はい、代表理事をしています奥瀬と申します。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では早速ですが奥瀬さん、感染患者家族モニターって何ですか？そうですね、一言で言えば私たち感染患者あるいはそのご家族の声を社会に届ける仕組みになっております。まあ、日頃こう私たち感染患者は、まあ、いろいろ こんな治療があったらいいなとか、あるいはこんなことに困ってるんだとか、いろいろ思うこと言いたいことがある患者あるいはそのご家族の方多いんじゃないでしょうか。でしかしこう一人がですねこう声を上げてもなかなかこうその声は社会に届いていかないと思うんですね。ですのでこうみんなで声を上げることでそれが大きな力になっているんじゃないかと思っております。確かになんかこうみんなの声を集めるって大切ですよね。なんかこう分かったようでちょっと分からないことがあるのでぜひ教えてもらいたいんですけれど、どんな風にしてその声を集めて社会に届けるんでしょうか？はい、その今回そのモニターになっていただいたご家族あるいは患者さんにですねご協力いただく、アンケートやインタビューがあるんですけれども、そういったものを通して得られたその私たちの声をですねこうデータとして社会に届けていこうと考えております。一人でも多く の患者さんあるいは家族の方に、ご登録いただくことで私たちが暮らす社会あるいは受ける医療を、より良いものにしていきたいと考えています。今画面に表示されている QR コードを読み取っていただけますと登録サイトが開きます。ご登録は数分で完了します。ぜひご登録お願いいたします。奥瀬さんありがとうございました。いくつか質問したいと思います。まず登録するのに費用はかかるんでしょうか？いいえ、登録に費用は一切かかりません。では登録するときに診断書とか何か必要なものはあるんでしょうか？いえ、診断書とか身分証明書とかそういった書類は一切必要ありません。一つだけ条件としてはあくまで自己申告になりますけれども、感染と医師から診断されている方があるいはそのご家族の方が対象になります。わかりました。ではそのアンケートするときに個人名が分かってしまうかちょっと心配なんですけれど、どうなんでしょうか？アンケートにお答えいただいたりインタビューに出ていただいたりするときは一切匿名で出ていただきますので、個人名が表に出ることは一切ございません。わかりました。じゃあ感染と診断されている患者さんやそのご家族であれば誰でも登録できるっていうことなんですか？はい、感染にはですね、一般的な尋常性感染のほかに、感染性関節炎とか嚢胞性感染とかいくつか病形があるんですけれども、いずれの病気でもですね、その感染という診断がついていればその登録が可能になっております。わかりました。では感染と診断されていて今こう事情があって治療してませんという方でも登録して大丈夫なんでしょうか？はい、感染と診断されてさえいればですね、治療している室内は一切問いません。ありがとうございました。そういった、治療していない方も含めてぜひたくさんの感染の患者さんであったりそのご家族に、登録していただいて患者さんの多様な声というのを集めていきたいですね。はい、その他よくある質問を今映っているチラシやインスパイアージャパン WPD のホームページにも掲載しています。そちらもご覧いただけますと幸いです。またその他にご不明な点などありましたらホームページの問い合わせフォームかチラシに掲載されているメールアドレスまでお問い合わせください。概要欄にホームページの登録サイトの URL も掲載しています。それではたくさんの皆様のご登録をお待ちしています。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。